あるからか。その力を手にしさえすれば誰でも同じなのか。例えば俺でも。俺はケニー・アッカーマン、切り裂きケニーとかいうダセい呼ばれ方もしたな。おめえらみてえな憲兵のエリートの喉を飽きるほどかっきったりしてきた罰なんだが、まあいろいろあってこの新設された対人立体機動部隊の隊長を務めることになった。よろしくな。ん？まあ訳が上がらんのも上がる。兵団にいたこともねえ殺人鬼がお前らのボスだって言われてもよろしくねえだろうよ。構いません。ん？壁が破壊されて2年、巨人の相手は諦めて人間と残された領土をめぐり争い合う。それが我々の存在意義ですね。この壁のルールに従い我々が兵団組織を上り詰めた結果がこれです。構いませんよ。全ては無意味です。安心しろ。調査兵団の対抗組織なんて大義名分。俺が考えた建前に過ぎねえ。議会のクソどもをうなずかせるクソ用の方便だ。何のためだって？そりゃ全ては大いなる夢のためだ。神にも等しい力だ。それを手にしたやつはみんな慈悲深くなっちまうらしい。こんなクソ野郎でもそうなっちまうのか。知りてえ。一体どんな気分なんだ。そこから一体どんな景色が見える。俺のようなクズにも本当にお前と対等な景色を見ることができるのか。なあウーリ。ケニー。